はい、皆様どうもこんにちは。今日も京都でね、このもう大好評大人気間違いなしのポケモン逆人投票企画やっていきましょうか。まあ、前回前々回第1第2が、パラスバルキーと残念ながらドベになってしまったわけなんですけど、まあ企画の趣旨としては今回第3世代神デザがね多すぎるんですよね。この中でみんなの好きなポケモンいろいろとね、こいつはこういうアニメとかゲームとかカードとか他の強さ以外にもこういうところでポジれますよっていう、そういうのを積み重ねていって誰が一番最後に残ってしまうのか、逆人投票とはそういう意味です。なのでバルキーとかパラスはさすがのねポケモンガチでいろんなポケモンのねあのメディアに詳しい俺たちでもポジれんかった。パラスはよくよく考えたらあのパラスに寄生されてる下の虫キモくねってなって、まあ、バルキーはバルキーは正直俺ドベになると思わなかったけど、昔コロコロコミックのギエピーのレギュラーになってるっていうだけじゃ残念ながらクヌギ玉には勝てませんでしたよね。ということで、まあ、ちょっと今回もねパッとまずはこいつは大人気やろってやつを抜いていきたいんですけど、一回あれするか。じゃあ前俺のトップ10みたいなの作ったやん。俺の個人的なトップ10まず SS に置いていい？でそれがその中にいやお前はドベになる可能性あるよってやつがいたら外すわ、うん、俺企画の趣旨とは関係ないけど、ルビサファはねいくらでも選べます。まずダーテングでしょ。まあ、フライゴンはさすがに入るわ。フライゴン、トロピウスだな。ユレイドルもいいね。いや、トドゼルガもだな。あ、もうクチート確定だわ。グライナ入るわ。まあでも樹海かっこいいな。そう、ネジキの活躍があるからケッキングで、抜け人もね、いいね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、まあこれですね。左右差なしで俺のトップ10はこれ。まあいないでしょ、この中にドベになるようなやつは。まあ割とちょっとマイナーチックにはなってるかもしれないけど、まあ良さげ、ちょっとおしゃれ感あって良さげなポケモンが集まってるんじゃない？で、こっからまあじゃあこいつは絶対人気でしょってやつを入れていくよ。まあ、S ランクにバシャラグサーナイト、まあ一般的な SS ランクみたいなの貼っていくわ。絶対こいつは SS ランクですってやつを、まあミロカロスメタグロスボーマンだから。で、アブソルもだな。アブソル、まあ、伝説も全部言っていいわ。レックウザ、カイオーガ、ラティオス、ラティアス、グラードン、まあ、グラードン1個下がるかな。これ全部 SS じゃないですか。これ割と文句なしなメンツな気がするけど、この中でまあちょっともう1体俺のフェイバリットポケモン入れとくか。なんか神イレブンにするわ。神イレブンに、まあ、玉ざらしですね玉ざらしでこれはいろんないんじゃない。これ一般的な SS ランクずらーっと、まあさすがに人気でしょってのを並べてるから、いやこう見るとやっぱルビサファや金銀が俺最高かと思ったけど、ルビサファも強いわ。じゃあここに加えていくよ。まあ最終進化から加えていくと、まあ、とりあえずグラードン、デオキシス、ジラーチは入るでしょ。じゃあこいつらデオキシスいっぱいフォルムあるけど、とりあえずこの辺は一緒くたにして、で、ライボルトも絶対入るで、ジュプトルはあのポケダン空の探検隊やってる人は SS ランクありますね。サトシのジュプトルだけでも十分かっこよかったけど、で、まあ、キノガッサもな、対戦面でずっと悪魔は、キノガッサが支配してた環境広いし、キノココがこれになるっていうのがいいよね。で、チルタリスも人気だろうな、チルタリス、レジってどうなんだろう、レジ。3レジどうなんだろうな。まあ、あんまりここの左右差、順位関係ないんで、ぶっちゃけ雑でいいんですけど、オオスバメとかがシザリガー人気だと思うんだよな俺、強いし。あ、だからボスコドラも絶対だわ。ボスコドラ、シザリガー、鬼氷かなまあネタ込みで鬼氷かな。鬼氷でポケモンやめてる人もいるし、この辺もまあ文句ないね。全然文句ないですよね。こっからちょっと、まあ、ちょいマイナー寄りの人気置いていくか。ちょいマイナー寄り上から行こうか。最終進化から探してって、まあ、マッスグマ、新速原太鼓マッスグマ、ありましたよね、あの、ポケモンボックスからしかできないっていう。ルンパはね、これダブルバトルで、カイオーガのアメフラシと、グラードンの左両対応できてしまう伝説のポケモン。グラードンとカイオーガ両方に強いルンパッパ。ミラーボのルンパッパもあるし。ペリッパもアメパでね、今大活躍してるから。テッカニンバトンパのエース。アニポケでテッカニンライバル使ってたよね。サメハ、この辺、悪タイプはなんか全部いけちゃう気がするんだよな。チャーレムも絶対、プラマイも入れていいでしょ。プラマイも普通に順当に人気でしょ。サンレジは入れとくか。サンレジで一番人気ないのって誰だろう。レジアイスが一番人気なイメージあるんだよな。あーてかまあそうだね、コータスも絶対入るわ。
ここからはもう一段階下がるけど、まあ言うてどんぐりの背比べ、さまよる進化の奇跡大活躍、バクオングたち怪しいな、まあ、ノクタス、ハリテヤマ、ホエルオ、バクーダ入れていいでしょう。ハブネークザングースも入れていいよね。ハブザン入れてよくて、ジュピッタも入れていいよね、ここに。で、ナマズもいいでしょ。これ、ここに今んとこ現状文句あるやついます？こいつは A ランクでしょとかじゃなくて、この中で、いや、お前だけはないわってやつおる。いいなぁ、これ。もうこれ、このメンツ揃ってるだけでなんか美しいわ。あー、これ俺の青春だって感じのメンツが揃ってるわ。はい、じゃあこっからはね、ちょっとまあ、パッパッパッとは入れていけるかどうかわかんないんですけど、あ、でも待って、言うてだわ。最終進化とかその強さ理論があるんで、一番使用率から見ていって、進化前とかね、中間進化は、勝手に順位低くなってしまうっていうのはあるんですけど、この御三家、普通にこれ、まあこれ D ランクって書いてあるけど、これ A ですよね。ぶっちゃけ。めっちゃ良くない？この御三家の一番初期段階、最高中の最高。で、沼黒はよくネタにされがちなんで、ジェットコ、ウォータースライダーとか載せられてたり、アニメの半分沼黒とかで埋まってたり、フィギュアもいっぱいあるしね。沼黒カルト的人気あるんで、3D で表情死んじゃったけど。なんで、これはいいんですけど、若者もってどうですか？若者もなんか、中途半端なんだよな。最下位でないことは間違いないんだけど、ちょっと、まあ、一旦置いとくわ。で、キルリアも、なんならサーナイトよりキルリア好きって人多そうだし、聞きたい。アメモンスも入れていたの、これ強いし、普通に。なんか闇ラミも、闇ラミ、ポケモンユナイト参戦してるし、闇ラミなんてもう、メガ進化ももらってるし。あと、確定枠は、最終進化で、なおかつ、まだ上に入れそうなの、このGランス桜びさ判定でネンドール。この辺はどうだ、まあ、隠れ音、映画にあんだけ出てきて、変幻一体もらってるし、ここ入れちゃってよくて、で、これ桜びすとハンテールだったら、まあ、こいつは両方強いんですけど、まあ、まず間違いなく、桜びすの方が人気だよね。で、俺はハンテール好きやけど、で、ジーランスも、レジ系のやつを解除するために、前世の第三世代ファンが、ホエル王とジーランス捕まえてると思うんで、展示しとくために。念には念ドールだよな、あとは。念には念ドール、マルノーム、バクオング。この辺になってくるんだけど、まあ、進化前から入れてくか。まあ、ルリリでしょ。普通に。ルリリの第三世代感ないよね、こいつ。まあ、もっと削っていいか。まだまだ全然ビジュアルいいんだよな。全然、うわ、なんか変なの残ったなってなってない。アゲハント、毒ケールどうすか？アゲハント、毒ケール。まあ、アゲハントはいいよね。毒ケールも、まあ、武蔵補正あるけど、アゲ毒は両方いいですよね。まあ、少なくとも、アゲハント、毒ケールがマユルドをカラサリスより下になることないから。スバメも大丈夫でしょ。やる気者ってすげえ強いイメージない？ケッキングよりもやる気者の方が強かった、その、昔のイメージあるんですけど、怠けがない分。ゴニョニョ、どうだろうな、ゴニョニョは変わ、ゴニョニョの進化危ないけど、ちょっとね、バクオングどうすか？いや、最終進化後回しにするか。チルット大丈夫だね。チルットはな、最近クリーナーのチルットのやつがね、グッズ化してて、めちゃくちゃいいです。で、ヒンバスもいいでしょ。これ、コイキングみたいなもんでしょ。タツベイも大丈夫か。あ、まあ、マルノーム絶対大丈夫だね。いや、でも分からない。俺の視聴者補正があるかもしれないから、俺の視聴者はマルノーム好きだろうけど、一旦、そういう、ひいき目抜きでやるか。あ、ヘイガニ、ヘイガニは大丈夫だ、それ。ヘイ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 、ポケスペでも出てくるし、ティエルノの手持ちで。これは ?600 族の子供たちどうします？コモルメタングダンバルは、こいつらはどうします？でも、サナギラスとかよりも全然いいよね。サナギラスですら割と早い段階で抜けたから、そう考えたら全部上でいいですよね。進化後の期待値込めて上上げちゃってよくて、で、まあ、この F ランク埋めたあたりでちょっと一回並び替えようか。やっぱここで並び替えるか。これで一回このバクオング、マルノーム、レンドール、ハンテール、エネコロロ、ブーピック、ソルロック、ルナトン、チリン、ポアル、ここまで、ここまでのメンツで、いや、お前、厳しいんじゃないかってやつ、誰がいる？言うてじゃない。あ、パチールもか。もうパチールなんてもう何千種類いるんだよって感じだな。全員いける？え、今回もしかして、脅しし、あずま大枠ない？マジ？お前、珍しいじゃん。絶対お前らなんか、逆張りしてくるかと思ったけど、今回はなしか。毎回毎回なんか食ってかかってくるけど、
絶対ハンテールブーピックあたりで意見割れるかと思ったんですけど、ちゃんと嫌いだったんだこれ。じゃあちょっと残ったやつ、まあ一旦このグラフ、まあ本当に雑に作ったグラフなんですけど、まあこれは安定として、ここのポケモンを抜いて残ったポケモンで本編始めていきましょうか。ここまでは遊びなんでね。はい、それではね、もうちょっと残ったメンツからとりあえず、もうこいつは大丈夫でしょってやつまだまだいるんで抜いていこうと思うんですけど、残り10体ぐらいまではサクサクいこうか。もうほとんど主観の話になってきちゃうけど、ラルトスいいでしょ。この SS ランクにいるやつらが強いってこと、これ幕の下ってなんかさ、すげえ優遇されてるイメージない？アニポケの幕の下が強かったのかな。なんかサーフィンしてるイメージあるんだよな、幕の下幕の下はすげえ強いイメージない？ポケスペの幕の下もちなみに戦闘中に進化した。俺鬼畜縛りでこいつ全滅させられてるし、一回。ラブカスはこれネタ要素として、こいつもカルト的人気ありそうじゃない？最も弱いポケモンに挙げられるぐらいのあれだからさ、ハートの鱗弱い確かに、もうかありとあらゆる窃盗を繰り返されてきたラブカスちゃんは下に、あ、てかサボネアもいいでしょ。サボネアも平ガニと同じぐらいなんか人気なイメージあるわ。エネコもいいね。ルビーのエネコがな、よかったんだよな。エネコもエネコロロより人気かもしれんね、もしかしたら。化石2人は？化石2人。リリーラアロプスどうですか？俺ちなみにめちゃくちゃ好きなんですけど、歴代化石ポケモンの中で両方好きっていうのはこの世代だけかもな。ただ、人によってアロプスキモいとか思いそうだなと思って。結局ね、虫タイプが残るんですよね。リリーラアロプス、一旦ステイする？あとは中間進化が、こうなってくると中間進化のやつらですね。人気が出づらい中間進化の彼らは、どう対処していくべきか。ビブラーバってどうなんこれ。ビブラーバのアニポケの声がめちゃくちゃ人間が声優やってるみたいで面白かったのは覚えてんだけど、ビブラーバはラックラがこれになった時の感動すごいんだけどさ、どうだろう。この中間進化の中で、下いけないやついる。ドビになりそうなやつあんまいない気がするんだけど、全員大丈夫？ドゴーム怪しくね？ドゴームいける？ハスブレロか。まあ、この花もなんか、バルキーがドベになってるとこ見たら怪しい気がするけど、こいつポケモンの超不思議なダンジョンの方で、メインキャラなんだよな。しかもめちゃくちゃ、ポケモン超不思議なダンジョン界のジュプトルみたいな感じだから。ドゴーム、ツイッターでめっちゃ見る。ハスブレロ以外、じゃあ全員下いけますね。いやー、でももうちょっとがっつり削りたいな。たけしが長い間使ってた、ポケマゼにこいつカフェ店員としていたよ。ロゼリアは、まあ下下げていいね。パールル。深海の鱗、じゃあ深海の牙パールルとか、殻を破るパールル。まあ、単純に見た目人気もありそうだけど、パールル。あ、そうなのもいいね。そうなの、ベイビーポケモン。雪嵐もいいね。ここまで来ると、結局、見た目の話にもなってくるんですけど、でもその論で行った時に虫ポケが残るんだよな。ココドラはね、レベル1ココドラがあるからね、これ。レベル1ガムシャラ頑丈ココドラは有名ですからね。いや、まあ化石下げていいだろ、これ。ラクライも下げていいね。もう逆になんか、今までさ、頑張って無理やり抜いてたけど、もう、多分お前らやろってやつ10体選んで、そいつら以外抜いていい気がするんですけど。ちょっと、いつもと違う形式で言ってみない？いや、俺の中で、いや、なんか、こいつらやばそうだなってやつ、上からピックアップしていくわ。虫たちでしょ？虫たち、ハスボウタネボウかわいい。キャモメかわいい。これ大丈夫、大丈夫。キノコ怪しい。ナックラ絶対大丈夫。土に俺はめっちゃ好きなんだけど、まあ世論の虫ポケ嫌いからしてここに置いとこう。ゴニョニョなんて絶対大丈夫ですよ、そもそも。ゴニョニョなんて、あれでしょ、バクング、ドゴームより人気やろ。で、まあノーズパスも大丈夫。アサナン、バルキーの例があるからアサナン残すか。バルキーと同じなんだよな、系譜で言ったら。ヤジロン。ヤジロン一番好きかって言われたら、嫌いかって言われたら別に嫌いなやついないだろうけど、ヤジロンが一番好きなやつはいないかもしれない。で、まあ当初から、こいつらなんじゃないかって言われていたバルビーとイルミーゼ。でもこいつらは票割れそうだからな。今、現段階で、この上にいる11体、この中に下から入れそうなやつって誰がいる？下結構ビジュアルいいの揃ってるけど、誰かいけるか？ノズパスどうだろう。ぶっちゃけ大ノーズより全然ノズパスの方がいいんだけど。ノズパスは、最初みんな苦戦しなかった？あれ。結構印象には残ってると思うんですけど。ドジョッチは人気だと思うけどな。ちょっと絶対大丈夫なやつら下置いていくか、そしたら。ドジョッチは SV の自信の技マシンよ。おー、タイムリーだね、なんか。ナックラはね、絶対人気高い。フライゴンよりも強いし。
攻撃力。フライゴンより強いからこいつ。まあ、ホエルコもさ、ホエルコジョーロとかあるぐらいでさ、ホエルコジョーロとハスボウジョーロ理論で言っていいじゃん。今回、バネブはどうすか。いや、待って、飴玉可愛くね？飴玉ってこれ女の子人気ないのかな？いくら虫ポケモンといえど、バネブ飴玉ってどうなんですかこれ。飴玉ってこんな上の方に入る？飴玉はさ、なんならあの XY のアニメ編の飴玉と、ちなみに言うけどポケスペの飴玉クソ強いから。ポケスペの青霧の飴玉最強だからね。てかさ、待って、バルミーとイレミーゼって、言うて、これ、あれじゃない？みんな、相当キモいのに入るんじゃないかって言ったけどさ、こいつら単純に強くね？そもそもの話。いたずら心だよね。いたずら心でホタルビー使えるんだよ。普通に強くね？しかも先行公開されてたよね、バルビートなんて。なんかこのドットで見るとあんま悪い感じしないよね。だからね、3D キモいんだよな、特にバルビート。でもさ、あんま、イレミーゼに関してはキモいがわかんないんだけど、イレミーゼって一般的に見てキモいの？え、キモくなくない？かわいい。なんなら可愛いぶり入りそうだよ。バルビート一旦待つか、じゃあ。ハスブレロ残ってるのおかしい。これ下に下げることに文句あるやついねえか。出来上がったな。いや、もう一体削るか。もう一体削って、ランキング10位以内から選抜していこう。ノズパスだな。うん。ツツジ人気ありそうだし。普通にノズパス超レアで探し回ったからな。最終決戦トップ10揃ったんで、一回票整理して絞っていきましょうか。はい、じゃあ今回の神10ができたんですけど、まあ、これあの左に SS とか書いてあるのは一旦気にしないでもらって、上から、まあ、とりあえず虫タイプ、バルビートも含めないけど、虫タイプのいつものいつものメンツが残りましたよっていうのと、謎の三人衆ね、謎の三人衆評価しづらい、こいつら。こいつらは単純に評価しづらいっていう。ロジョッチヤジの朝な、まあ朝なの下がっていい気がするけど、プラス、まあ、東を脅ししわけのバルビートと、昨日ここ種棒ですね。なんか、あれだな、初代の時は10体残ったの、なんか地獄絵図って、うわもうこいつらどれがトベなんだみたいな感じで、金銀の時は、ここまで絞ってもまだ結構いいやつ多いなって感じだったけど、第3世代残り無味無臭だな。マジで消去法感えぐいんだけど、普通に消去法で残りましたよみたいな。まあそしたら一旦この中で一番人気ありそうなのは朝なんだけど、まあ見た目の話で言ったら可愛いのこれじゃない？多分この3体じゃない？可愛い系で言ったらドジョッチ、まあキノコもだいぶ人気か。キノコ人気なんだ。お前ら謝れよ、じゃあパラスに。ただお前ら上にキノコいただけのさ、キノコ本体みたいなパラス最下位にしといて、こいつは好きなの。虫がついてるかついてないからさ、パラスかキノココかどっちが可愛いかって言われたら、まあ間違いなくキノココであることはこれもう明白なんですけど、これカラサリスとマユルドってどっちの方が好き？みんなカラサリスマユルドって、いや俺さすがにカラサリスの方が人気だと思うんですけど、いやいや割れるな、割れるな。じゃあダメだ、じゃあ俺の独断と偏見で決定できない。マジか、これこんな割れるのか。カラサリス一択だと思ってた。ドジョッチ、アサラン、タネボをキノココで下下げて問題ないですかね。これこいつらもう1抜けたでいいですかね。あ、今回異論みんなあんま捉えないな。割とじゃあ毎回このさ、レディバとかもそうだったけどさ、レディバ、ビートルあたりもそうなんだけど、序盤虫絶対残るんだけど、これもう何やっても序盤虫、もうさ、第4世代なんてやるまでもなく、この辺にコロトックとか縦帽子がいるのが目に浮かぶんですけど、もうどの世代でも。ケンタテとか XY とかさ、サッチムシとかコフキムシなんて、なんならコフキムシ、サッチムシ、ドベなんじゃないかって覚えてきたんだけど、もう、シードやん、シード。強すぎる、序盤虫。あいつら最初から SS ランクの枠にぶち込んどいていいかもな。てかもうほぼ虫なんだけど、やっぱやばいって、俺の視聴者虫ポケ縛り見て、補正入ってんのに毎回こんだけ虫が残るのおかしいって。愛着あるはずなのに。補正込みでこれなのがやばい。ってなったら、もう唯一虫じゃないヤジロンに話が移るんですけど、もうなんか擬人化して、勝手に非公式でファンが擬人化のイラストアート作ってるやつの中から一番あのブサイクなやつにするか。
かわいい子抜けてく。こいつらが擬人化した場合一番キモいの誰になりそう。普通にバルビートキモそうだもん。バルビート擬人化みたいなもんだしね、こいつ。なんかなんならホタルの擬人化みたいな。アジロン虚無すぎて1位はありそうっちゃありそう。あとは話題に出てないのはケムスとツチニンなんだけど、俺ツチニンは初めて見た時感動したんですけど、これは俺だから地面タイプ入ってて、こいつ何にあるんだろうっていう。虫地面な、何のモチーフだって。で進化してあの鉄火人とヌケリンに分かれる、あの演出はねなかなかないですよね。土に一旦下下げてケムッソ。ケムッソってでもキャタピーよりキモいよな。でこいつポケモン GO だとクリスマスツリーの、クリスマスツリーっていうかクリスマスのね帽子かぶってるケムッソがいてちょっと可愛いんですけど、ケムッソダメかー。ケムッソそんなダメない。おいこれ最終的にこの3体の決戦投票になるんじゃないの。ケムストカラザイスマイルドの決戦投票わかんねえよ。誰が1位になるのか。むずすぎだろこの中から選ぶの。なんならもうこの5体で決戦投票を1回してもいい気がしてきたな。え、この中でさなんかポジれる要素あるやついる。こいつに関して僕私語れますよみたいな。この人やめだ。バルビートでも戦えるんだよ。キモいけど戦えるんですよね。しかも唯一無二だからな。色違いのバルビート、いや待って、 3D のバルビート本当にキモいわ。マジでキモいわ 3D バルビート。アニポケのバルビートは可愛いわ。バルビートでね画像検索してみんな見てほしい。発注ミスでしょこれ。いたずら心ホタルビアンコール、まとわりつくも覚えるのかこいつ。いや普通に使いてえもんな。いたずら心バトンタッチアンコールトリックホタルビ、なんでもござれじゃん電磁波。いや俺でもバルビート下げていいなと思ったんだけど、 3D バルビートのキモさを見て驚愕してね下げれずに。の見た目のキモさはねトップです。なんか1世代目の時は順当に虫ポケモンでキモいパラスがなって、で2世代目の時は人型でなんかよくわかんねえからこいつよくよく考えたらキモくねっていう理論でバルキになったじゃん。それがねミックスされと思うよなこいつ。虫と人型がミックスされてなんか悪いとこ取りしちゃってる感じがすごい否めないんですけど、まあ一回ちょっとじゃあこの5体の中でアンケ取って上位3体は抜きます。好きなポケモンだからね。いやでもぶっちゃけね予想通りのメンツです。これはこいつ入るんだってやつはいない。なんかやる前からなんとなくあこうなるんだろうなって分かってたメンツがしっかり残ってる。今回に関しては文句ない。正直別に誰でもいい。この中に推しはいない。はい、それではねちょっとアンケートの方発表していきましょうか。まあまあね俺からしたらね誰がドベでもいいんだけど、誰がドベでももはやいいんですけど、今回の1位がヤジロン 34% と。ヤジロンでしたね。まあ一人だけ虫ポケじゃないもんね。キモさ、キモいかキモくないかってよくわからないだから、こいつに関してはよくわからないけど下抜けて、で2位が、あ、ケムッソ。ケムッソか。じゃあこうなるけど。え、ですごい、マイエルドが 19%、 カラサリスが 18% で、バルビートが 7% なんだけど、これ待って。いやこれこの先の議論必要ある。これ2体だけ抜かせようかと思ったんだけど、この先の議論必要ある。こいつらどっこいなんだけど、票数ちゃんと分かれてるんですけど、もういらない。ウィナーバルビートウィン今回。え、あっさり決まる今日。いつもこっからが白熱するのに。まごうことなきバルビートなんですけど、これはじゃあちょっと文句はなさ、うん、だって今の5体でアンケート取ってこの結果になるってことは、カラサリスマイルドこれに入れてもケムストとヤジロンに入れてたやつがバルビートに入れるとは思えん。なんかさらに差が広がるだけな気がする。バルビート。でもこれ歴代最強よ。基本的には弱いやつがさ、もう使い物にならないやつがさ先頭でここに来るはずなのに、
人気と逆人気投票多分こっから先やってってもバルビート以上に強いやつは出てこないんじゃないか。旧世代分やってもいたずら心よ。だって最強特性持ってんのにこいつ、最強特性ほぼ専用技、こいつにしかできない戦術があって、それでもしかもアニポケ補正あり先行公開あり、何なんだお前は一体。キモさだけでドベを勝ち取った伝説のポケモン。いやでも 3D がなければな。ちなみに俺でもバルビートに入れたからね今日、貴重な一票俺だから。モチーフは悪くないんだけどな、ホタルっていう。全世界のバルビートファンには申し訳ないけど、見れば見るほど 3D のバルビート気持ち悪いわ。なんでこいつだけこんなちょっと小太りしてんだろう。ぬいぐるみもやばいわ、バルビートのぬいぐるみやばいわ、ポケモンカードもやばい、イラスト多いわ、全部やばいわ。はい、ということでもう珍しくなんか第3世代はポン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 、割と票が割れることなくというか意見が割れることなく、みんなの意見が一致した世代でしたね。紙ポケとそうではないポケモンの差が激しすぎるのか。まあでも言うてね、この下の今こっちに残っているメンツも超キモいかって言われたら別に超キモくないし、ハラス、バルキ、バルビート、もしかしてなんですけどこれ逆人気投票、こっから先全部虫ポケモンと人型のポケモンで埋まってきます。なんか新しい風が欲しいわ、新しい風が。ハギョウしかいない。バルキー、パラス、バルビート。バオッキーの意志引き継いでんのみんな。これあとバオッキーハギギシリとかなるんじゃないのこれ。まあ、次はね、第4世代なんで、第4世代って、キモいやつはキモいか。第4世代誰だろう、まあ、ここでね、ちょっと誰がドベになるとか、俺が発言しちゃうと、そこで印象操作になってしまうんで、まあ、心に秘めておきたいと思うんですけど。はい、ということでね。まあ、こんな感じで1、2、3やって、まあ、多分、本当に忙しくならないければね、9世代ぐらいまでパッとやっちゃおうと思うので、皆さんよかったら Twitch の方まで生放送を見て、一緒にこの人気逆人気投票ランキング、考えて楽しんでください。他にもなんかいろいろ遊べることをやっているので、ぜひとも概要欄から飛んで遊びに来てください。ではでは、まあ、普通に見れない方はね、この動画見やすくまとめてもらっているので、こちらのサブチャンネルの方だけ登録しておいてもらえれば幸いです。ではでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。